こんばんは。中央大学の松田三郎君、昨日はどうもありがとう。冬休みがとっても待ち遠しい漫才師1年内村です。今日関根さんがこれで原田知世ちゃんに会いました。ミハージュリアン南原です。それではうっちゃんなんちゃんのコントお送りします。タイトルは お見舞いしましょうです。お見舞いしましょう。よろしくお願いします。花の色は移りにけりないたずらに小町は入院してもう1週間いろんな人たちがお見舞いに来てくれた。励ましてくれた。友達って本当にありがたいものだ。でも中にはお見舞いに来てほしくないっていうそういうやつもいる。僕にとってあの人だけには、あいつだけには、あの野郎だけには絶対に来てほしくないわ。タタラタラタタ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 ラタラタタ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 タ花瓶か。あんまり触んないでよ。花瓶だな。持って帰んないでよ。うちに持って帰んないでよ。ベッドじゃねえか。ほー、スカスカする、スカスカする、スカスカするじゃないでしょ。なるほどな。ベッド持っていかないでよ。うちに持って帰んないでよ。ベッドないから。何しに来たの。さっき先生来たよな。お前もう退院してもいいって言ったよ。先生なんともないって言ってた。なんともないって言ったよ。そこが危ないんだよ。なんともないっていうことはね、先生きっと何かを隠しているんだ。俺はきっと、きっと富士の病に侵されているんだ。タラララほら、おめでとう。こういう時は悲しい効果音でしょうが。悲しいやつね。ちゃんとやってよ。もう一回言うから。よし。俺はきっと富士の病に侵されているんだ。じゃん、チャララン、チャララン、チャララン、チャラチャチャチャラチャチャラチャチャラチャラララララ。やめえ。何しに来たの。俺はね、富士の病に侵されているんだ。だから、だからきっとお母さんも本当のお母さんじゃない。何考えてるの。関係ないじゃないのお前。でもダイエテルの見過ぎなんだよお前は。でも俺は本当にな、ほらほら見て、手が最近むくんできたんだ。むくんできた。霜焼けだよ。書くな、書くな、書くな。でも俺は難病に違いないんだ。5、4、3。それは難病だ。秒読みしてどうすんの。秒読みじゃなかったらごめん、ね、それは棒読みだ。あーま、病室に遊びに来たんでしょ。帰ってほしいの。見て、あの窓から見える木の枝に葉っぱが1枚残っているでしょ。しっかり聞いてよ。あの1枚の葉っぱが落ちるとともに僕の命も尽きてしまうんだよ。これか。やめて。いよー。おっか、そういう日来たんじゃないの。帰ってくれよ志村。お前考えすぎなんだよ。もっとな、ほら昔から言うじゃねえか、病はレインダンスが聞こえる。あの病は吉川じゃない。病は木から。昔から言うじゃねえか、病は木からとかなんとか言っちゃったり何かしちゃったりして、ヒロコは大地の踊ったり何かしちゃったりして。言ってねえ今の。お前今アドリブで言ったな。今の逆でオールナイトだともう一遍笑わせてみろ。やってみろ。病は木からとかなんとか言っちゃったり何かしちゃったりして、音坂さんしか笑ってなかったりなんかしちゃったりして。帰ってくれよ。俺は富士の病に侵されているんだよ。迷惑なんだよ志村。ほら今忘れたろ。今富士の病って忘れたろ。あ、そういえばいつもな、気持ちをハッピーにしてれば楽しくしてれば忘れられるんだよ。あ、不吉なことを考えずに。そうそうそう、ゲームとかなんかしないんだよ。あ、いいね。あ、じゃあトランプさん。あ、トランプ、トランプしよう、うん、どう。俺切るのうまいんだよ。こぼさないで。ごめん。
していくぞ。あ、何やんの？神経衰弱。やめよ、やめよな。なんか他の他のやつ、しりとり。あ、しりとり出すぞ、出すぞ。命、血を吐く。言ってない、やめよ、遊びやめよ、遊びやめよ。俺ちょっと休むからさ。気沈めるの？うん。じゃあ本読んでる、本を。何読んでくれんの？丹波哲郎死後の世界。私は閻魔大王にあった。やめてくれよ、そんなの読まないでよ。丹波哲郎続死後の世界、続編まで持ってこないでよ。私は閻魔大王と友達になった。 何やってるの？何冊持ってきてんの？じゃあ歌う、歌え？な、歌、生きるって映画知ってる？生きるって映画。あ、知ってる。あの主題歌、これがいいぞ。主題歌、主題歌、ブランコ乗る、ブランコ、ブランコ乗る、ブランコ乗る、命に自家し恋。やめよ、やめよ。なんかもっと明るい歌、リズムある。そうそう、明るい歌。ズンズンチャーカ、ズンズンチャーカ、ズンズンチャーカ。今の時ズンズンチャーカとか言わない。ズンズンチャー、ズンズンチャーカ、ズンズンチャーカ、ズンズンチャーカ。いいね、いいのいらね。お馬の親子は仲良し、仲良し、いつでも一緒にぽっくり。落ちたところで、イオちゃん素敵なフォローお願いします。どうもありがとうございました。私らのうちにこんなになって見てて、イオもね、ちゃんと寝ないで見てたしね。面白かったですよ、なかなか。ポックリポックリとか。ポックリポックリとか。だからお母さんも、本当のお母さんじゃない。なかなか考えてますね。はい、また来週楽しみにしてるんで笑わせてください。いよいよリハウスだな。弁当だよ。大丈夫、弁当だよ。ハートマークの振りかけだよ。おじゃこといいの。今晩寝かせないつもりかな。おお、なんなんだあんたたちは。あの、引っ越しはまだ先なんですけど。なに親方どうします？入りとサプ入りましょう。はい、行きますよ。はい、よいしょ、いった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 い。カノさんはどうでした？うん、作業員のね、あの親方が多分ね、あれこれからちょくちょく出てくるかもわかんないね。いちゃ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 ぬーん。何やらせんの、お母ちゃん。笑ってる笑ってる、お母ちゃん。それでは皆さん、また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 んき。何一人先やってんの？え？やろお前。え？やるってるぞお前。もう行くよお前。まだ使って。
て、ここに来いよ。まず、こっち向いて立って、ここに来い。回ってきて、ここに来い。土を巻いて、ここに来い。にゃーろー、やるぞ、これ。にゃーろー。それでは皆さん、また。またんき。